スワード軍はアメリカ合衆国カンザス州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,952人であり、2000年の22,510人から2.0%増加した。軍庁所在地はリベラル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。スワード軍はその全体でリベラル小都市圏を構成している。 カンザス州中央部のスタッフ,フォード郡には、スワードという都市がある。スワード郡は1873年3月20日に設立され、郡名はエブラハムリンカーン、アンドリュー・ジョンソン各大統領の下で、国務長官を務めたウィリアム・スワードにちなんで、名付けられた、スワード郡戦没軍人記念碑。スワード郡はアルコールを禁じる、すなわちドライの郡だったが、 1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は1996年の投票で個人が、たしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。スワード軍は、伝統的に共和党の強い軍である。過去5回の州知事選挙でも民主党は軍を制することができなかった。大統領選挙の場合、 1936年に民主党現職のフランクリン・ルーズベルト大統領がカンザス州知事アルフランドに勝利したのが最後になっている。現在のカンザス州議会でも上院、下院ともに共和党議員を送り出している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は640.51平方マイルであり、このうち陸地は639.52。 平方マイル、水域は0.99平方マイルで、水域率は0.15%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。スワード群は3の群区に分けられている。リベラル市は政治的に独立とみなされ、下記群区の数字からは外されている。下表で、 人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。